まあ、一番今困ってるのは、その放射能での藁ね。米はいいんですが、畜産関係の牧草が食べさせられないという状況があって、これのね、今処理が、今もちょっと打ち合わせしたったんですが、約1万2000から1万5000ロールぐらいあるんですよ。あの大きい、こういう丸いのでね。だからそれを今保管することをどうするかっていうようなことが 今一番の課題ですわね。これはね、変わりました。で、当初はね、自分本位だったんですよね、町内でも。それは沿岸部も出ても我々も被害みたいなでっていうよりも、そのなんとなく自分も被害になったんだっていうような感覚を持ったんだけど、いやそうじゃねえんだと、沿岸部はこうだよっていう中から、うちの方なんかはそんな被害の分でないんだっていう意識がだんだん出てきて、まあ、手伝いましょうとか、それから何て言うんですか、こう応援をしましょうっていう空気はね、出ましたね。だからそういう点ではね、意識は変わったんじゃないですか。だからあんまり無理なことも言わなくなったしね。今回実は私もこれが一番だなっていうことで、震災の時、YMAX の無線を、許可を自治体で初めてもらったんですよ。よくアンテナ6カ所ぐらい立てるんですけども、今年度は公共施設だけやって、来年度から各家庭に1軒ずつ全部して有線放送というのを廃止しようと思ってました。これから力を注いでいくのはバイオマス発電です。鶏糞が毎日200万トンぐらいずつ出るわけですから、だからそれを活用して発電を起こそうと。そうすると約3000世帯以上の電気が出ますからね。これをね、最終目標ですよ。若い人たちが我が町に住んでいただきたいというようなことで、今ロック価格の住宅用地を準備しておりまして、それをタダであげますよということでやってまして、今 3つもう決まりました。だからあと3つぐらいまだありますので、どうぞ若い人がね、うちを建てて子育てをしたいという方がいたら、土地はタダであげますので、どうぞ来ていただければ大変ありがたいと思ってます。今そういう状況でございます。